中学3年です。自分の知らない景色が無たくて海外旅行に行きたいです。楽器一人で行っても犯罪に合わない国とかありますかねないならはっきり言ってもらって構いません。えっと、あの、結構どこ行っても子供って金持ってないだろうから襲うとかしないですよ。で、ただ、あの、お金は自分で稼いだ方がいいですよ。あの、まあ、今その中学3年生15歳でいろんなところ見たいっていうのだとすると、親のすねをかじるということになるんですよね。 で、親のすねをかじって見れるっていうのでも、まあ、年に1回ぐらいで、6回ぐらいで、で、その後、ずっと親の言いなりになってしまうんですよね。で、それよりは、自分で稼いで、自分でのお金で見たいものを見れるような生活をした方が、あの、誰にも縛られなくて、あの、自分の好きなことができるんですよね。要は、その、あの、親の金をせびっている限り、親にこれをしろとか、あれをしろとかっていうのを、お金もらいたいと断れないんですよ。 なので、あの、自由を手に入れるというのは、要は自分の知らない景色を見るとか、自分の好きなことをするっていうのは、その、自立をした方がやりやすいんですよね。あの、まあ、お父さんボケ老人で、なんかお金が無限に湧いてきますとかであれば全然いいと思うんですけど、なので、あの、まあ、自分の知らない景色が見たいのであれば、今だと Google ストリートビューとかでいくらでも見れるので、それを見ながら、あの、高校3年の時に大学事件っていうのがあるんですよ。 で、日本の場合って、高校3年の時の大学受験をやることによって、大体将来もらえる金額って決まるんですよ。フランク大学に行くと微妙なことになるし、それなりに有名な大学に行くと、ま、ああの、なんか、障害年収2億円から3億円確定、みたいな。っていうのがあるので、あの、あと3年後にそれが来るので、3年後のためにきちんと勉強するっていう方が、多分、あの、大体人間って、あの、男性だと 80? そのあ、えー、とえっとなんかそ,その社会人になって22歳から84歳までの66年間どう自由に生きるかって考えるとあと3年ぐらいは勉強した方がいいんじゃないかなと思いますけど。というわけでお疲れ様でした。えー